コンビーノコンビーノデュオコンビーノデュオは、シーメンスが開発した路面電車車両のコンビーノのうち、非電化区間への乗り入れを可能とする機器を搭載した車両の名称。2021年現在は、ノルトハウゼンシデンハルツ狂気鉄道の直通運転に用いられている。口実するように、非電化区間ではディーゼルエンジンによる発電で駆動しており、電気、ディーゼル両用車両でもある。 ドイツの都市、ノルトハウゼン市内には1900年に開通した路面電車が存在する。この路面電車路線はドイツ鉄道のノルトハウゼン駅駅前の電停でハルツ狂気鉄道と接続しており、1981年からは共用プラットフォームの使用を開始した。これをさらに発展させる形で市電からハルツ狂気鉄道への直通計画が立ち上がり、 2004年5月1日から、イルフェルト方面への直通運転を実施している。この直通運転に際しては、全線が電化されている、ノルトハウゼン市電に対して、ハルツ狂気鉄道は、全線非電化であり、双方の線形条件に対応した車両が必要となった。そこで、2000年に、 既存の旧型電車を改造した試作車が作られ、その試運転の実績をもとに直通運転に対応した車両が開発された。これが、コンビィのデュオである。基本的な構造は、ノルトハウゼン資源に継続して導入が実施された、シーメンス製の超低床電車、コンビーノと同型であり、編成も同様に3車体連接車である。一方、 非電化区間への直通に備えて、中間車体の車内には、BMW 製の8気筒ディーゼルエンジンが搭載されており、ハルツ京気鉄道の区間ではこのディーゼルエンジンで発電機を稼働させ、そこから生じた電力で、主電動機を動かす機構が用いられる。また、運転台は前後車体に設置されているほか、乗降扉も車体の両側に存在する。これらに伴い、 車両定員は、市電区間用のコンビーノと比べ減少している。2004年に3両が製造され、試運転を経て、直通運転開始前の同年4月から営業運転を開始した。当初は、ノルトハウゼン市電の1号線で運用され、翌5月からは、ハルツ京気鉄道への直通運転へ用いられている。車両番号については、 ノルトハウゼン支デとハルツ狂気鉄道双方のものを有する。ありがとうございます。